さあ始まりました、高バカ軍団。イエイ。この番組はですね、福岡ソフトバンクホークスを愛してやまないホークス好きのホークス好きによるホークス好きのための番組でございます。イエイ。大好きでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。さあでは早速参りましょうか。今週も、今週はね、はい、ちょっと興味ある面白い企画ですよ。はい、高バカお宝プロジェクト、ホークス歴代4番コンプリートでございます。こちらの企画はですね、我らが福岡ソフトバンクホークス、そしてまあ前身のダイエーホークス、うん、そしてまたその前身の南海ホークスの歴代の4番バッターのレジェンドたちからですね、サインを集めて、でコンプリートしようじゃない、歴史めちゃくちゃ長いからね。すごいね。いっぱいいるよね。そう、ちょっと野金ちゃんがキャーキャー言うだけの番組になっちゃったんで、確かに一回ちゃんとホークスファンのための番組に戻そうということで、はい、そうですね、はい、ありがたい。ちなみにですけども、ホークスにはですね、皆さん、はい、今まで歴代なんと105人の4番バッターがいるそうです。あ、歴史長いですからね、はい、うん、記念すべき1回目ということでこの企画やりたいと思います。今回1回目はですね、はい、歴代の4番の中から、確認と連絡が取れた人の中でですね、ご存命の方、ちょっとだいぶ実は高齢なんですけども、最高齢の人じゃないかなという方を見つけましたので、すごい、ちょっとその方のところに行ってまいりました。すごい。16代目。その方がいるのは大阪。はい、ということで、うわ、行ってる、斉藤で行った。今回4番の方々にちょっとサインをいただくということでやってきたんですけども、大阪でソフトバンクホークスのユニフォーム、これには理由が、はい、4番の方にサインをもらうという企画なので、これはぁ、なるほど、サインすごい、そこに書いてもらうんだ、はい、背中に直接どんどん皆さんのサインを集めていくと、これ、ね、どんなお話が聞けるのか、この企画すごいっすね。早速集まったらすげーぞこのユニフォーム。じゃあ行ってみます。ユニフォーム姿でその方が住むご自宅へ。あ、すいません、あの高バカ軍団のものなんですけども。いや知らねえわ。知らねえでしょ、大阪で余計に。当たり前みたいな。4番の方がいらっしゃるというふうに聞いたんですけど、こちらでよろしかったですか。だって最高齢って言ってたからね。今ご存命の方の中で、あ、こちらの方。はい。こんにちは。あのホークスの歴代の4番の方で。岡本です。ちなみに今お年はおいくつなんですか。91か2。ご存命の方で最高齢ですかね。そうですかな。この方こそホークス第16代4番の岡本勇さん。1931年2月26日生まれの御年92歳。1949年に南海ホークスの入団テストに合格。南海黄金期の不動のセカンドとして活躍し、1953年には22歳で首位打者と MVP にも輝いた。すごい。ちなみに初代4番の中村さんが生きていたら110歳だが、105人いる歴代4番の中でご存命かつ最高齢なのがこの岡本さん。そんな岡本さんに当時のことを聞いてみると、そもそも野球を始めたきっかけって、みんな大体野球好きでこうやるんですけど、僕大体バスケットの選手だったんです。そうなんだ。こう野球を、いや、それがね、遊び時間にね、なんかやってたらしいんですよね、うん、それを野球部の部長さんが見て、一人足らんから、お前頼むから出てくれ言われたんですよ。野球あんまり関心なかったんですよ。野球に興味がなかった岡本さんは高校でも野球を続け、友達がね、タレダ言うんですけど、この人は何回のテストを受けたいと言うから、ついてきてくれ言われたんですね。見事合格されたっていう。もともとあんまり入る気なかったから、すごい。付き添いで行ってるからね。なんと、ただついて行っただけの入団テストで合格してしまったのだ。入団した時に契約金とか、それ言うたんですけどね、うん、あの入るならね、はい、契約金とありますね、はい、って言う、はい、どこの丸をね、分からんのにやれるかって言われて、3000円ですよ。3000円。契約金なし、月給3000円からスタートした岡本さんのプロ野球人生。そんな岡本さんが
プロになって一番衝撃を受けたのは、こんな速い球があるんかなと思ったね。2軍と1軍と全く違うんですよ。速かったですよ。こんな速い球があるんかなと思った。これあかんわ思ってね、バッティングの方も変えないかなと自分で思ったんですね。そうやってるうちに、まあ、リーディングしたとったから。すごいすね、打撃改造が功を奏し、入団5年目には首位打者に。パリーグのあの時ね、中西君がね、三冠王を取るチャンスやったんですよ、はいはい、で一人で三つも取るのも厚かましいなと思ったから。そして1953年8月23日の試合で初めて4番に。4番というのはね、はい、打ちにくいんです。チームの柱ですよ、はい、川上さん4番でしょ、はい、4番というのはもう大体そのチームのナンバーワン。そして話は宿敵巨人との日本シリーズへ。強かったですね。ユニフォーム着て入ってくるでしょ、はい、みんなが大きく見えるんですよ。これは負けたなと思ったね。巨人にやっぱりこう勝った時は嬉しかったですか。嬉しかったな、負けたばかりだったからね。巨人との5度目の日本シリーズを制し、球団としても初の日本一に輝いた。調べたらそこで初めてビールかけというか。あ、そうそうそう、これはね、カールトン・ハンというハワイのね、来てる内野手がおったんですよ。アメリカの場合はね、優勝した時にビールかけてね、はい、どんちゃん騒ぎてね、なんで日本はね、涙流してね、ありがとうございましたサーチの優勝してるのなんでみんなのありがとうございます。そういうことなんだ。であれが初めてビール瓶持ってバーッとこうみんなこうするとこでバーッとみんなの頭の上かけたんですよ、はい、それが日本プロ野球のビールかけの始まり。岡本さんが貴重なものを見せてくれた。これ全部ユニフォームです。選手時代に着ていたユニフォームが。すごいぞこれ。でこれもまだ 砂が取れへんかな。いや、これ当時の砂スライディングした後の。そう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 。でこれがまあ、あのホームチームやね。南海のホームのユニフォーム。そうそうそう、かっこいいっすね。かっこいい、南海かっこいいだよ。これホーム書いてあるね。それ着てらっしゃったんですよね、岡本さんが、うん、そう、これがね、24。さらにこっちは、ちなみにこれは、これはいや、これ、はい、確か当時使ってたと思う。これ当時のグローブですか。うん、当時使ってたグローブ。書いてある岡本ってね。岡本って書いてますね。もうカンカチカンカチ。はぁ、こういう感じだった。やっぱりこう、つけるとこうその当時の感じが出ますね。いや、まあね、こういう感じだった。あ、はいはい、取ったらすぐパッとほら、パッとほら。そしてホークスで共にプレーしたあの選手の話に。野村克也選手、野村さんとのなんかエピソードだったり思い出とかってありますか。これはすごいなと思ったね、うん、それは入ってきた時にですか、うん、びっくりしたのはポンと打った球が軽く入ってくる大阪球場、はい、こいつすごいなと思ったね、うん、自分があれが打てなくなった時になんで打てないんやろと言うけたから、それはお前のデータはね、今年のデータは秋に全部調べて相手が来年のために調べるんやと、全部調べてアクル年の試合に持ってくんやと、だからお前打たれへんや。それでピンときたやろね、はあはあ、そうですかと。だからああいうデータを作らないかんと、チームとして作ったらええもんができてくるやろなっていう話はしたこと。それが後々の野村 ID 野村アイダソン ID 野球。そうそうそう。じゃあ野村 ID 野球の原点は岡本さんってことですか。いや、まあそういう話はしたから、本人の努力や。ソフトバンクホークスはあの今の選手とかご存知ですか。あんまり知らないけどね、王は知ってるけどね。あ、会長の、うん、ホークスいてくれてるからね。はい、今ソフトバンクホークスの会長、うんうん、だからやっぱり僕もホークスやから頑張ってくれって言ってるけどね、はい、ワンちゃんによろしくと書いてるからね。ワンちゃん、 ちゃん大丈夫だったね、岡本って、うん、ゲイゲイとからワンちゃんやろうね。やっぱバッティングとかはそうだ。我々は言えないです。久々聞いたらワンちゃんだ。すごいわ。貴重なお話をお聞きして、いよいよ本題へ。歴代の4番バッターの方のサインを集めようっていう企画でして、岡本さんのサインを
ちょっといただこうかなと思いまして、はいはい、いいですか、うん、ちょっと大きすぎたかな。いや、あの一人目なので。あ、そう、すげえでかいな。いや、まあまあまあ、まあ、でも一番最高で、はい、年齢を一番先輩だから。歴代の4番打者の方々のところなんです、はい、そうですか、はい、あの、まあ頑張ってやってください。最後に番組 MC の3人に岡本さんからメッセージが。知らないでしょ。3人ともご存知では。いや、知らない。そうでしょう。カンニング竹山さんとかはあの大きい声で怒ったりとかするあの芸人さんだったりするんですけど、ね、ああ、そうですか、はい、いい番組を作っていただいてね、ありがたいと思ってます。な、長く続けられますようにね、頑張ってください。頑張ります。岡本さん、本当にありがとうございました。歴代4番コンプリート企画はまだまだ続きます。おお、すごい、いいね。岡本さん、取材ありがとうございました。ありがとうございました。92歳、お元気ですね。いや、貴重なお話いろいろしていただきましたね。そうですね、王会長のことももう平気でワンちゃんって言えますし。あ、こちら、お、お見事、今回、岡本勇さんのですね、サインをもらってまいりました、うん、まず真ん中にドンとね、今、はい、もう最長老ですから、はい、はい、最長老ですから、これはこれでいいんじゃないの。ここにこう埋めていくんですよね。そうです、はい、岡本さん第16代からここです。本当だ。21代になると野村さんとか、はい、こっから下の人でご存命の方のサインを全部もらおうと。アップショーとか会いたいですけどね。確かに64代ね。はい、そしたらバナザードも会いたいわ。バナザードね、喧嘩っ早いんですよね。喧嘩っ早いんですよ、バナザードって。確かに藤本監督の人だ。そうだ、藤本監督。藤本監督70代の4番打者ですよ、今のホークスの監督ね。カズ山本さんとかも会いたいですけどね。会いたいよね。もうバッティングセンターで働いてないよね今ね。いや、絶対働いてないと思います。野枯ちゃん、今回ちょっとこういう風なコアな感じの企画やりますけど、はい、岡本さんが結構イケメンだったから大丈夫でしょ。そうですね、はい、ね、いい VTR でした。昔の写真結構かっこよかったですね。かっこよかったです、かっこよかったです、ね、はい、素敵な感じで。ちょっと改めて一回確かめますけど、はい、本来やるべきはこれですから、この番組。ちょっと今週キャーキャー言えなかったと思うけど、はい、本来この番組立ち上げたときもやるべきはこういう番組です。頑張ります。いける。やっぱ歴史も知っていかなきゃいけないんで。打つときにすごい振ってないんじゃないかなって思ったんですよ。もともと持ってる打撃センスに体の強さが加わった。